さあ、たったら探検組合中山でございます。本日は沖縄タウン、沖縄タウンでございます。沖縄じゃございません、沖縄タウンメンソーレということで見てまいりましょう。シーサーもいます。シーサーもスタンバイしております。八重山そばもございます。このシャッター閉まってる感が非常に沖縄です。新タンタンメンもございます。非常に音素晴らしい音色、沖縄タウンでございます。さあ出るところにもシーサー、そして沖縄っぽい看板、沖縄っぽいシーサー、シーサーシーサー、国際通りで見たことあるような感じでございます。で実際に行ったのがこの沖縄タウンのヤンバルという店です。最高、沖縄の食材を使ったバルだそうです。沖縄料理というよりは沖縄の食材を使ったバル、沖縄タウン、ヤンバル、ヤンバル食いなーのやつですね。ヤンバル食いなーのヤンバルでございます。おしゃれ料理でございました。オープン。その後もう一軒行かせていただきました。沖縄タウン酒場でございます。もうちょっと沖縄タウン寄りにあるお店で、ここが半地下のお店ですね。ちむどんどんということで、最初はね、外側から店内バーンと見えなかったんですけれども、入ってみたら沖縄そのもの、メニューも沖縄料理そのもの、最高です。締めのそばまで行かせていただきました。ところどころに島の名前とどっかで見たことある景観、景観で、ちょっとお手洗いなんでございますけれども、ここのお店、沖縄沖縄ブルーシールもあるよ、最高でございました。はい、今回は中山 FC という私がやってるサッカーチームの団体で行きましたので、ちょっと食べてるところの動画は撮ることはできなかったんですけれども、皆さんもぜひ近いんで行ってみてください。沖縄タウン大田橋と笹塚の間にございます。オリオンビール飲もうね。